全国の映画館では毎週男たちの新作映画が公開されている一体誰が映画を見張るのか一体誰が映画をウォッチするのかこの場合の映画をなんかこうアンヌスとかそういうのを置き換えるっていう人もいるかもしれません <laughs> 映画ウォッチ精人、シニアンで安く歌丸るかっこ男が今立ち上がるその名もう週刊映画辞表 <laughs> ムービーウォッチメンメンはね男の複数形 あ、でも今回裸あんまねえなかったね <laughs> <laughs> 話が途中から始まってるじゃねえか、えー、ここから11日直前までは映画評論コーナー週刊映画辞をムービーウォッチメン」です今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキ,ウキウキウォッチングその監視結果を報告するというコーナーです今週扱うのは、えー、前回ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画大脱出シルベスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガー2人のアクションスターが共演したサスペンスアクション 最新テクノロジーで守られた。えー 施設監獄から脱獄のプロである主人公と謎の囚人とか協力して脱獄を試みる。ただいまあの重大重大なネタバレをしないようにね、あらすじをちょっと避けて読みましたけど、監督は上海とかね、千四百八号室か読み方で一四ゼロ八号室とか、あとザライトとかねあの辺のミカエルハフストロームさんでございます。はいということでリスナーの皆さんからの感想、A.K. 監視報告を多数いただいております。でルの量はまあ普通。 この手の映画を好んでいく人がい、ねえー、くということで、えーまあ、この普通ということなんですけどツッコミどころの多い映画というのはほとんどの人の共通見解それを踏まえた上でこれはそういう映画だからツッコむのはや暮とするかずさんすぎて話に入り込めないようするかにも分かれているそしておおむね許す派の意見が多かった、えー、やはり2大スターその共演に問答無用で上がっている人が多かったということであります代表的な動をご紹介いたしましょうラミズキさん 初めまして歌丸師匠あ初めましてどうも、えーでえー、今回大脱出を大いに語ってくれるということで早速見てきました80年代直撃世代にとってはやはり2大スターの共演はテンション上がります、えー、若い世代の方々からすれば2大スターとかいつの話だとよというお叱りも受けそうですが、えー、この辺りは多めに見てくれると嬉しいところです謙虚ですね、えー、ストーリー展開の点で言えば冒頭の脱獄までの過程からツッコミどころが多かったのでそので時点で割り切りました <laughs> こ,ううこういうラインだと えー、中盤あたりで説明もなしで唐突な展開を、えーえーまあね、ある展開があってお、さらっと流すように出して視聴者をどんどん置いて進んでいく点もありましたが、その辺もご愛嬌ということで <laughs> 許してくれとか愛嬌とか <laughs>、えー、途中に入る乱闘シーンも頭使ってばかりだとストレス、まから暴れさせろ的な感じで見れば楽し,め楽しんでみれると思いますというね、えー、あとですね、だめだったという方、同じネームケイタムさん。 個人的に本作のいろいろ書いていただいてるんですがちょっと省略させていきます個人的に本作の、えー、魅力は大きく2点あると思っていてまず1つ目は何といっても「スタローンシ n e ちゃん」という2大アクションスターの豪華共演と、えー、でまあすごく世代なのでそれはね,ねということですね、えー、でまあその大味な映画はもともと好きなんだけどとでこの共演は本作最大の魅力だと思います、えー、そしてもう1つの魅力は脱獄もの脱出者としての魅力というねまあこのジャンルとしての魅力、えー、でまあその脱獄としての魅力っていうのはこう綿密に見られた圧倒と驚く脱獄 計画、えー、必要なアイテムをいかに調達するのかの工夫メンバーのチームワークうんぬんかんぬと、まあ、そういう感じで、えーまあ、要素的にケイパーもの、まあ、強奪ものってね言ってますけど、えー、にも近い気がするとそれが脱獄ものの醍醐味だと。 ということで、えー、個人的には見る前からこの2つの魅力って非常に食い合わせが悪いんじゃないかという危惧を抱いていたんですが、えー、結果やっぱりそうなっていたと思いますそれぞれの魅力をそれぞれが消し合ってしまっているように感じましたと要するにいわゆる大味アクション映画と脱獄物映画ではリアリティのラインが全然違うんだと思いますそれを横に並べちゃってるからお互いにいいところを打ち消し合ってるんだと思いますもっと単純に、えー、エクスペンダブルズとか、えー、レッドみたいに、えー、みたいな感じでまあその大味なその話にていいやというふうにしとけばよかったのにと、まあ、脱獄物とが合ってないんじゃないかという慶玉さんのご意見でございました、えー えー、もうちょっと褒めてるやついこうかな、えー、ラジオネーム山田ラングレンさん、えー、大脱出見ました最高でしたこれはエロいエロすぎます <laughs>、えー、正直冒頭は退屈で半分寝ながら見ていましたがスタローンとシュワちゃんが出会ってから繰り広げられる濃厚な男同士の友情 AKA やおいシーンの数々に燃え狂わされっぱなしでした、えー、ジム・カビーゼルの匂い立つようなセクシーさもたまりませんというね2014年に不女子が見るべき映画暫定1位ですというねあたりとかねあとね面白い表現、えー、とラジオネームヤーブルスさんの これ表現頭が良いんだか悪いんだか分からない知恵の腕力でねじ切って <laughs> ほら抜けられただろうって見せられたような映画でした <laughs> この表現が面白かったありがとうございますはい、えー、皆さんメールありがとうございましたさあ行ってみましょう、えー、大脱出私もね、えー、2度見てまいりましたまずちょっとですね映画本編のその内容のうんぬんに行く前にちょっと日本の配給会社さんに一度クレームを入れさせていただきたいんですが、えー、予告編とか宣伝 これどうも日本版のみというか日本版ではということみたいなんですよね、アメリカ版のインターネットムービーデータベースとかについている予告編見てもそこ出てこないしなと日本ではということみたいですけど割と大きめのネタバレをあの雑誌のなんか特集記事みたいなところそこを中心に展開しているぐらいのネタバレをしておりまして、まあ、あの中盤で明らかになる程度のことではあるんだけどあれは、ですねすいません、さすがに伏せておいてほしかったですね。 あのー、ある意味、脱獄者として一番上がるポイントなんですよ、今回の映画の、さっき言ったように皆さんおっしゃったように、確かに緻密な運なんじゃない分、そこの応じかけが一番大事なところなんですよ。なので、その中盤で明かされるある場面で僕、もしそれ知らないで見に行ってたら、映画全体の印象もちょっと。 もうちょっとと印象外にグッと触れた気がすするんですよねちなみにこの番組ディレクター小いさんはあの予告とか全く見ないで見に行ったそのこんところでもう大いに「おおお」ってなった羨ましいなーっていうねことですから、えー、ということでちょっとそこはクレームつけておきたい本日はまあ基本そこは触れない方向で私話したいと思っております、えー、なのでこれ聞いてどうこういく考えてる方は本当にあのもにポスターも目つぶって言って映画目つぶって言ってくださいで ただあの日本の配給会社さん、僕、これはいいなと思うのはね大脱出っていう放題は俺グッジョブだと思いますねあのエスケーププラン、まあ、あのエスケーププランっていうこのさ感じ、こじんまりした感じ作品の実態としてこのじんまりした感じも実は確かに合ってると思うんだけどちなみにあのエスケーププランってあのタイトルがドーンって出るタイミングの悪さ感とか。<laughs> <laughs> ああいうのもなんかこう僕なんかこのかん作品に関しては好ましく思うんだけどただその大脱走ってこの放題はまあもちろんあのどご大脱出って放題はどうしたってあの大脱走も,もちろんその脱獄者のクラシック中のクラシック大脱走どうしたって連想させるこの大げさな放題の方がやっぱりこの歴史的共演という重みがなんか実感されて僕、なかなかいい放題だなという,ふうに思ったりしました。はいまあ、とはいえですね最初にお断りしておくとまあ皆さんおっしゃる通りでございます、えー、まあさっき大脱走って言いましたけどそういうまあ脱獄者のクラシックね。例えば 僕はやっぱ脱獄ものクラシック中クラシックやっぱジャック・ベッケルの穴っていうねすばらしいクラシックありますしえとかまあスティーブ・マック・インの「パピオン」であるとかですねえドン・シーゲル監督イースト・ウッド主演ね「アルカトラズの脱出」とかですねえあとは「ライムスターのプリズナーナンバーワンツースリー」とかですねえそういう脱獄もののクラシック1 <laughs> 個ちょっと怪しいのが混ざってましたけど脱獄ものクラシックと比べると。 正直その脱獄者として見るとこれ皆さんおっしゃる通おりまあ詳しくは後でも言いますけどもう突っ込みどころもう,も,うもう出だしからもういきなり突っ込みどころ満載だしもろもろ雑だったり弱かったりもうちょっとなんとかなったんじゃないのっていうところが多いんですよ、正直脱獄者として評価するとねただ、そういう隙すらも本作の場合皆さんみたいに許すじゃないです僕は本作の場合プラスって思ってます。 えー、また別種のらしさを喚起するらしさを喚起するむしろこ,れこの隙は緩さは大事な要素だというふうにむしろ思ってますね、はいえー、これがもし緻密に作られてたらそれこそスタローンとシュワルツェネガーには合わないなって思うけどうんなんなでですよで何のらしさかといえばもう先に言っちゃいましたけど、まあ、スタローンとシュワルツェネガーがですね えー、ついに満を持しての本格共演ってことですね、えー、にふさわしいらしさってことですね、まあ、もちろんエクスペンダブルズで、まあ、あのキャメロン出演ね手話がしてたりしてましたけど、えー、で本作のに関してはですねそのスターローンとジュワルツェネがついに満を持して本格共演した1作というらしさがクリアできてればある意味全然合格なわけですよでその上脱獄者としての面白さもないわけじゃないっていうかそれなりにまあちゃんとあったりするのでもうだからもうもともと100点取ってるのにもう100点100点取ってるのにもう 5点とか <laughs> <笑><笑>ついてるってことだからもうこれはこれでいいんですっていうことなんですよね。えー、でまあその じゃあのスタローンとシュワルツェネが共演って言ってるけどそこの意味とはっていうねこ、まあ、これそのこの2人のキャリアについて特に黄金期がどうこうっていうことについてここで今更説明している時間もないんで、まあ、そこは飛ばしますけど、まあ、とにかくこの感じだけは分かっておいてほしい若い方スタローンとシュワルツェネが、まあ、今となってあんまり要するにそのエクスペンダルズとかにも出てたからそんな珍しくない,いうふうに見えちゃうかもしれないけど考えられなかったからね80年代、90年代には絶対に考えられなかった本当に夢夢の共演。 えだったらもちろんライバル同士まあ似たようなジャンルで競合してた同士でなんで,でまあえと近年すごく親友になったというねまさにこの映画のね中身通りの感じに関係になっていったということはあるんですけどえでですねまあそのキャリアは振り返らないけどもえとまあ以前 まあ例えばエクスペンダブルズえシネマハスラー時代に扱った表の中あるいはえとシネマハスラー始める前に「ランボー最後の戦場」ねえスタローンも監督している「ランボー最後の戦場」のその表の中で言ったことをちょっとここだけは改めて念を知っておきますけどシリベスター・スタローンという人はですねえ皆さんそのね筋肉バカ映画要するになんかバカな感じって捉えてるかもしれないけど。 僕ねそういうふうにまあいいよすごく映画見てる人とかがそのまあそういう結論に至るならしょうがないけど対して映画見てもいないような人になめくさそういうなめくさった口聞かれると一番腹立つ人なんだよねもうスタローンは本当によく分かってる素晴らしい誠実な映画人です、えー、まずベースにアメリカニューシネマ魂がある人っていうのもありますしでですねまあその細かい説明は省くけど特に、えー、ロッキーザ・ファイナルロッキー最終作、えー、以降はですね、えー、自身のキャリア え自身のその80年代の黄金期えとかをですね自ら再検証してあえて現代に再投下してみせるような一種ちょっとコンセプチュアルであるようなこうシリーズというか傑作群え連発してると思うんですよね。ロッキー・ザ・ファイルもまさにそうですし でその意味で「ダンボー・サイモン戦場」4作目「ランボー・フォー」は本当にもう僕、も名作って言っていいと思う,もうランボー・フォー」らしいですし、えー、昨年の、ね「えー、とバレット」っていうね、まあ、ウォルター・ヒル、まあ、引いてはその80年代、えー、骨太男アクション、えー、骨太っていうのかな、まあ、大味の含めての、えー、復活という風になったあのバレットも本当に素晴らしかったですと、まあということで今、スタローンはある意味、あのーまあ、第二のまたいい時期迎えているという全くこうそれがずっと続いている、えー、ロッキー・ザ・ファイナル以降と。 えー、非常にコンセプチュアルとし言っていいようなところでこうなんか自分の活路を見つけていると、で一方、シュワルツェネ、まあもちろん皆さんご存じのとおりその、えー、俳優はちょっと一時期休んでカリフォルニア州知事ずっと続けていてただ、2011年に、ねあのーまあ、ひどいその浮気隠しじ判明事件というのがあって、まあ、それでちょっと政治家としての先がちょっとなくなった状態と、これちなみに思い出してみるとエクスペンダブルズ一作目、2010年の時点では。 あのシュワちゃんの,そのキャメオン出演のところでいやあいつは大統領の座を狙っているっていう、えー、ギャグがまだありだったんだよほんの1年前までは、ね、2011に判明するまではありだったんだけどもうこの数年の間に完璧なしになった。 でそのどうするかっていうと、まあ、俳優として復活する方向に活路を見いだす、えー、エクスペンダブル2では、まあ、前よりはちゃんとこう出番も多かったらアクションとかしてましたけどただ、正直エクスペンダブル2でのシュワちゃんはああ、こいつはちょっともう現役じゃねえな感すごく漂っちゃってましたよねだめだこりゃって思った人いると思うんですよ僕も思いましたところが、ねえー、主演復帰作昨年ね、えー、このコーナーでも大絶賛いたしましたラストスタンド 高橋陽次放送作家高橋洋次さんのベストにも入っておりましたラストスタンド興行、まあ、的にはアメリカ大惨敗だったみたいですけど、えー、韓国人監督キム・ジュンの手腕もあってですね予想以上に何ていうのもう。 あのクラシカルな80年代アクションとかも飛び越えてもうクラシカルな風格さえたたえた現代版セ部劇として本当に素晴らしい作品でしたねラストスサンドね。ということでシャルツェネガー側もえーついに本当に「もうイルビーバックって言ったから長かったよと本当に帰ってきた状態になった今でこそようやく実現したドリームチームこれが今回の大脱出なわけですよで。でねもうここから先こういう話になってきますよ。エクスペンダブルズが まあ80年代90年代筋肉大味アクション同窓会同窓会エクスペンダブルズが同窓会ならば今度は誰の目から見ても明らかにデートですよね <laughs> まあ本日のその特集 BL 特集につなげていってるわけじゃなくてもう明らかにデートですよまあ要するに同窓会で久しぶりに会ってね今度2人で会わない <laughs> それが大脱出っていうことですね <laughs> ええー でしかもこれバランスとしてこれどういうデートかって言うとねイーブンじゃないんです、えー、と主導はやっぱりその映画界ずっとね一戦、えー、とはいえ走り継ぎしてやっぱスタローン側が主デートのだからそのデート場所とかデートコースとかそういうのを決めてるのはスタローン側なわけですよスタローン側のルールに乗ってあげてるとで まず、まあ、スタローンという人はですね例えば、まあえー、88あれは9年かなロックアップ」とか、えー、あと「デッドフォール」なんて、ね、映画、まあ、どあのロックアップはもう監獄映画ですしデッドフォールにも確か一旦監獄に入って脱獄する展開があったと思うけど、まあ、それじゃなくてもとにかくスタローンという人はです、ね、囚人とかとらわれのみっていう句がすごく多いね。そっから、えー ドーンと出るみたいなす、すごく似合うわけです。どういうことかっていうと、えー、より具体的に言うと、虐げられ、痛めつけられる役がやっぱ似合うわけです。そのあの歪んだことで、うわー,ーってこう虐げられ、痛めつけられ、限界まで耐えるっていうのがマスターローンの本領、えー。それに加えて、あと何かを長年やってる人っていうキャラですね。 たげらられれめつけられ耐える何かを長年やっている人っていうキャラがまあえスタローの箱なわけですよそういう意味でまあ今回のレイ・ブレスリンというねその脱獄のプロでありまあそ当然まあぶち込まれば当然痛めつけられるとあの寝かせないっていうね描写なんかあれロックアップとかにもあったと思いますけどえバッチリだということですねもともと割とスタローが得意な感じの役っていうでそこに今回何が感動的ってえそこに今回シュワルツェネガーがそのスタローン 側の側ハコイズムに、えー、要はもてなされる側の礼儀として、えー、全面的に今回は俺がそっちの流儀に乗っかるからっていう感じで乗っかってやるつまりさっき言った「えー、虐げられ痛めつけられる」ねお前のその感じ今回俺も引き受けるぜ <laughs> 俺が今回虐げられ痛めつけられる本当トはだってそのシュワルツェネガーなんかもう最初からさもうさ動き出したらもう,もう機械的に殺すみたいなそういう役の人なのにいや今回。 俺も,痛めつけ俺もちょっとせっかくちょっとお呼ばれしてるしちょっと俺も今回「ええ,え俺ないの俺も痛めつけられるっていないの?」みたいな、えー、感じでそういうのをこう引き受けてる感じそこがすごくまずグッときますし。 それでいて、あのもちろんやっぱシュワルツネッガーだから、そのえっ、ー、とースタローンが痛めつけられるのと、やっぱちょっとニュアンスが違ってまあ、なんか。やっぱりもうちょっと強そうじゃないですか。水とか飲まされてもさ。なんかおおって。まあどうせお前機械だろ。みたいなおわってね、えー。あのー、まあ,あのちなみにあの水飲まされるとこはさ。それこそあのあえっ、ー、となんだっけ？あのー、グアンタも。 えー、ガンタも、あのああいうさそのあの最近のアメリカの,あの捕虜に対するその扱い、えー、みたいなもののさなんかそういうのをまあ連想させもするみたいな言い方もできるけどただ、シュワルツェネガーが拷問とか受けてもまあちょっとさ若干余裕本当は余裕なんじゃねえのかていうのがさやっぱ漂うじゃないですかでその本当は余裕なんじゃねえのかが役柄的にも合ってるんですよね、今回ね。えーえー、というところでも、まあ、その引き受けている上にシュワルツェネガーも別にこの役柄上では変じゃない、不自然じゃないし。 その上でなおかつクライマックスには今度はスタローガがいやーちょっとすげえちょっと乗っかってボーもらってばっかりもあれだからさ最後にちょっとちょっとあれやってよおちょっとお箱のあれやってよえいいのちょっとお,、ま、お招かれてよっ待ってましたっていうえザ・シュワルツネガー的な見せ場もちゃんと用意されているというね。はい、ちななみにそのザシュワルツネガー的な見せ場 あのまあこ,うね、これから行くぞというとこで手話ワ手伝ェながら目,目のアップをスローでこうぐーってあの2回繰り返すんですよ、このくどさ、えーまあ、いくらなんでもちょっとセルフパロディ的にちょっと見えちゃう領域じゃないかなって気はしなくもないけどねあの同じように要はマシンガンをガーってぶっ放すっていう場面ラストスタンドでもありましたけどラストスタンドは決してセルフパロディ的な感じになってなくてもうちょっと、やっぱり本当に酔ってつまり、あの多分その。 ためが唐突やっぱちょっと今回に関しては唐突は唐突なのであのちょっとセルフパロディに行っちゃってるのは事実だけどとまあでも、そのおもてなしの感覚皆さんあの整合性とかじゃないですかデートですから皆さんねもてなすというその感覚えーということですだからとにかくこのですね全,全体としての,そのデートプランエスケーププランならぬデートプランはえーリードはスタローに任せつつお互いを立てるというこのなんていうのかなその幸せなデートカップルのデートを見ているようなその多幸感というね えこ,れこれがまあ本作の肝であるということだと思いますね。はいあのー、例えばさ、あのね、このさっきのさ、えー、と筋肉、大味アクションとその脱獄ものってのは、食い合わせ悪いっておっしゃってましたけど、ちゃんとそこも、お前ね、その要するに脱獄計画みたいなこうねあそこでこうやこうやと、お前、そういう賢いことを、ね、いうふうに見え,見えないけどな、みたいな、お前もな、うふふっていう、ふふふふっていう、<laughs> そこもちゃんとプラスになってるっていうことですからね。えー、で まあこのとにかくそのデート的多幸感というかこの2人がイチャつくところを見せるのがまあメインなわけだから脇が比較的地味めのキャストで抑えられているこれはもう当然のことなんですです一番立っているといえばやっぱりその今回の一番の敵役であるまあえ刑務所長のジム・カビーゼルが演じているその刑務所長がいるわけですねえで 要はこのジム・カ・ビーデルさん、先ほどからデート、デートって言ってますけどその関係性になぞらえるならばその2人が仲つつまじく、ね、いろいろキャッ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 相談しながら2人の,そのデート的関係性の蚊帳の外に置かれそれに嫉妬して嫌がらせする役っていうふうに見えるっていうね、えー、ことなんですよ。っていうのはこれがあ,のあながち僕はその適当言ってるわけじゃなくてつまりこの、えー、刑務所長は、えー、スタローンを演じるその脱獄のプロが書いた本を読んでまさにその本をつまり彼を師匠としてこの刑務所を建てたわけですよ。 えなので俺の方がブレスリンねそのスタローンのこと俺の方があんたのことあいつよりも分かってんのに何それみたいな話すよみたいな棒話すよみたいなもうお互いイチャつくの許さないよみたいなそんなね嫌がらせをしているようにでもその立場的にジム・カビジェルはむしろブレスリンに片思いをしてるっていう役にも見えるわけじゃないですか。で なんだけどやっぱりその,、えー、その元のデートしてる2人スタローンとシュワルツェネガーは殴り合いとかをしてまずは挨拶的にね握手の代わりに殴り合いみたいな感じで関係性をねまああれも甘髪ですよ甘髪 <laughs> ブレンバスターとかやってたけどさブレンバスターみたいにする要するに片側が飛び上がらないとできない技とかやってるわけですよバーンっつって。で それに対してジム・カービージュルはまあ見るからにですねまあもうスーツをふっと着こなしてでまあそのスーツの汚れも気にしているようなうんまあ明らかに肉体派ではないというこのバランスつまりやっぱりベストカップルではないこいつは監視カメラを見てクーッとチクっていうふうに見ているそういうバランスにしか見えないというあたり。ちなみにそのえーと 肉体派を、えー、あえてここに置いていないバランスっていうのでいうと,、えー、とフィフティージェントというね、えー、ラッパーが、えー、とス,タスタローの、まあ、なんていうのかな、あのー、相棒というかその仕事上の、まあ、なんていうのかな 弟子みたいな感じで登場しますよねフィフティセントっていうのはもちろんギャングスターラッパーなんで本来ならまあそうやな感じのキャラクターなわけですで実際もともとは囚人役の一人としてキャスティングされようとしてたところをスタローンのアイデアでいや普段フィフティセントがやんないような役柄やらせようよって言ってコンピューターオタクっていう絶対ねえだろっていう <laughs> 頭脳派のオタク役をキャスティングしてるわけです。でももこれもやっぱりその うんとそういうちょっとそやな役みたいなところで立ちすぎない役にするというこのバランス感覚そしてその意外性がむしろこういい感じに印象付けられるというこれスタローのやっぱり映画的センスだと僕は思いますねはい、はいえー、だと思ったりしますであの肉体派側のもちろん悪役もいるんです、えー、と監修で一番偉そうな人、えー、ビニージョーンズという、ね、人が演じている監修で一番偉そうな人もいるんだけどこの人もほら結局は まあそんなななに強すすぎかかったじゃないですかそこをがっかりと取る人もいるけどあんまりほらそこが立ってるとえじ,ゃあじゃあそっちとデートすればよくねみたいなことになってしまうんで、はい、まあこんぐらいのグランドバランスが正解なのかもなとむしろ、えっと、第3の男としてむしろ立ってるのはあれですね、えっとえっと、ジャベドっていう、えー まあ、フ,ァファランタヒールさんという割とこうア,ラアラブ系の悪役を演じることが多い人で、えーまあ、今回もあからさまの悪役なのかなと思いきや、えー、意外や意外、えー、意外な立ちっぷりを見せるというね脱出とは直接関係ないけどその、えー、とあるこうお祈りのシーンとかが、ね、あってここなんかはやっぱり彼のキャラクターとか演技力の,の厚みみたいな感じがすごくいいシーンでしたしファランタヒールすごく立ってたとか。あと えとスタローンの,、まあそのえー、脱獄のプロが、まあ、オフィスというかねその会社を構えててそこのまあ社長なのかな、えー、を演じているヴィンセント・ド,フリドノフリオさんという、まあ、顔を見れば皆さんあ、えー、フルメタルジャケットのゴーマンパエルかと。 わ、えー、かると思うんですけど、えー、ヴィンセント・ノノフルヒロさん、まあ、非常にわかりやすい役作りなんだけどあのもう序盤登場した瞬間から延々と要するに過度な潔癖症っていうことをこう立ててるわけですもうちょっとしたこういうのも拭ったりとか手をずっと消毒みたいのでこうやってる、えーまあ、そういうキャラの作でもわかりやすいけど、まあ、すごく合ってるもう彼のこう白豚感みたいなのとも非常に合ってますしえー <laughs> あとあのあれですねエイミー・ライアンさん演じているまあそのスタローのまあこれまさに相棒感というかでそれもなんていうんですかねえーちょっとこうさ えと色恋まではいかない異性のパートナーみたいな要は007におけるマニーペニー的な感じっていうかあのねここで色恋なんかやられたらいらねえよっていうねで色恋はほらだってこっちで本格的なのあるわけだからっていうこの感じもバランスも非常に分かってるバランスだなと思ってましたただねまあ後ほどちょっと苦言形はまとめますけどちょっとここであのさフィフティー・セントとそのエイミー・ライアンのこのコンビのチーム感でずっとスタローンのことを気遣ってる人っていう描写がねずっとまああるから当然 クライマックスで助けに来るのこいつらなんだと思うじゃないですか <laughs> こ,こいつらメインの脱出には美体一役に立ってないからね こういうあたりがやっぱ今回の脚本のいや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 ,いやこれちょっとむもうすでに無理してるんだからこいつだったら助けに来るでいいじゃんっていうあたりではあるんだけどと、はいえー、でもまあその脇の、えーまあ、サム・ニールのね演じる医者のね、まあ、医者の,その心変わりっていうのがさ、まあ、唐突なんだけどサム・ニールが演じてるんじゃそれは本当はいい人だろうっていう, <laughs> うんの待ってまああのとにかく脇の置き方の過不足なさか、まあ、邪魔しない程度にっていう感じで、えー、も含めてですね え基本的にはさっきから言ってるえシュワルツェネガーとスタローンのデートとえーそれを囲むアンサンブルというねこの2人のデートを中心にえそれぞれの関係性がどう変化するそのアンサンブルを楽しむ映画ということでこれはもういいと思うんです、えー、がまあ確かにその,その分脱獄者として見るとまあ緩いところは山ほどあってツッコミどころ満載ですよねまずそれを言っちゃおしまいよ的なことを言ってしまいますが この,その舞台となる施設監獄最新テクノロジーって言ってますけどこの施設監獄の設定からして無理がありすぎるっていう、あのー、まず、この監獄あんまり厳しくないよねっていうことですね。っという割にあのなんか、ね、あのバビロンって呼ばれてその広いところに集めて自由時間とか作らせてあげちゃってるんですよ。こんだだけ違法で非人道的だったら別に じてか殺しちゃったって別にいいぐらいだしなんか利益目的って言ってるけどどうやって利益生むのこれ全く理屈がよく分かんないですしねうんまあその割と囚人たちに自由を与えちゃってるという、まあ、そういう不自然さもあるし、えー、例えばさえっ、ー、と 脱出のねその仕方を探るのにわざと懲罰隔離棒っていうところに入るぞっていう展開があるこれが2回あるんだけどそれ毎回喧嘩を起こしてさ <laughs> 懲罰隔離棒だしかもその合間合間にはそれぞれ仲良く話してたりするわけよこんな怪しいやつらいないだろう疑えよっていう,うんこともあるしあのねえっと メインのところに入る前に最初にこうデモ的にね脱出シーンを見せる場面があってこのくだりはまあ脱獄者としてまあ比較的この映画の中で緻密っぽく見える場面なんだけど例えばここでもんと牛乳パックをね使って何とかって言うんだけどさ 牛乳パック分解してやったらその時点で結構疑われると思うんだけどっていう <laughs> とかねまあそんなのもありますよはいはいあとはそのこの監獄あんまり厳しくないじゃんっていうのはこう結構監視の目の前でお前今その話してちゃだめでしょっていうその三谷公規的距離感での話とか全然しちゃってるしとかあと物とか平気で隠してるっていうか身体検査とかないわけみたいな <laughs> えのがあったりとかねでまあそういうところでは本当に全然厳しそうに見えないという問題がある。 えー、で,でまあさんざんいろいろやる,やるんだけど結局最後の、まあ、脱獄のクライマックスの下りはこれ別に脱獄のプロの知恵うんぬんじゃなくて。 ぼ暴動を起こしてって関係 <laughs> 脱獄のプロ関係なくねみたいな <laughs> 感じはやっぱありますよでその後はもうバレバレの状態のままね普通コースはバレずにどういくかがまあ醍醐味なんだけどもバレバレの状態のまま打ち合いとかしちゃってるからまあそっから先は普通のアクション映画ですと、えー、でそっから先ねここも気になったさっき言った非肉体派の悪役として、まあ、立ち位置がすごく立ってたあの所長ね刑務所長があ,のあるポイントで率先して人を殺すんですよ そこからちょっと微妙にキャラにブレが出てるね、この人絶対自分で手は汚さないタイプの人じゃないのっていう、でそいつが自ら銃を持って、自ら先頭立って追っかけに行って、その結果、ああなりました、ちょっとぶれてねと思いますが、ここはやっぱり、ですね多分こっちを優先したんでしょう。人を殺して,捨て台詞 <laughs> これがないとスターローンシュワルツェネガー映画としては片手落ちだという多分そういうい配慮があったのでこのぐらい所長が直接手を汚して人を殺しているぐらい悪い人じゃないとやっぱり人を殺して土台で心置きなくできないよなというのが釣り合いを取るために <laughs> やったんじゃないでしょうかというただまあその人を殺して土台ぱ出ればねああ、やっぱそうだよなどっちを優先させるって言ったら所長のキャラよりはそれはデートの密度の方を優先してほしいしあと、やっぱりそのさえまあ銃をキャッチして。 打つというねそのアクションがあるんだけどまずその銃をキャッチして撃つってこれはやっぱりそのリ,アブロリオブラボー、はい、ハワード・ホークスリオブラボー以来ずっと続いてくるもうやっぱこういうアクションもので相棒感を出すにはやっぱり相棒が投げた銃をキャッチしてそのまま撃つこれはやっぱりだねあのあちゃんとリオブラボー系譜がまたここにもと思いますしそのキャッチする銃がやっぱりちゃんとガバメントだったりしてそうだよなスタローンがここで撃つならガバメントしかねえよなとこういうあたりもやっぱり分かってるなというふうに思います。えー、っと ね、あのいつものこのコーナーに比べるとあの全く監督とかに触れないっていう <laughs> えとミカエル・ハウストロームさん、まあ、ザー・ライトとか上海とか、まあ、はっきり言わせてくださいハリウッドに来てからこっちのやつは全部微妙な微妙なっていうかダメですね、もともとスウェーデン人の監督さんでもともとのスウェーデンの作品がちょっとあの未公開だったりしてちょっとあの未見なんですけどそっちはいいのかもしれませんけどちょっとハリウッドに来てから全く僕評価してなかった人なんですけど。でまあ、今回も 余計なとこでカメラを動かすなとかそういうのあったりするんですけどねとか、えー、まあ脚本のマイケル・チャップマンという人はまあ若手ではこれから出てくるというような人らしいですしジェイソン・ケラーさんという人が変名で脚本を連ねてるとこれは多分だから要するにそのあんまりちゃんと名前出したくねえなーみたいな <laughs> マシンガン・プリーチャーとかやってる人ですけどうん、まあ、そのチャット直したってことじゃないでしょうか、まあ、とにかくそのシフトとしてもそうだし絵面的にも例えばその、えーね、監獄の全貌が映る場面があるんだけどそこの CG とかも。 50億かかってるってね推定で出てますけどそんなに予算がかかった感じは正直、にはないんですよ、まあ、ぶっちゃけもしそんなかかってるとしたらほとんどギャラでしょうね、この2人のね、2人で 20, 20億ずつとか、<laughs> まあ、あんまり金かかってる感じしない、その監獄自体も NASA の施設を、まあ、使ってロケしてるというのがあったりして、ぶっちゃけその NASA の施設自体もじゃあ、監獄っぽいかっていうと、そんなん何のためのそのそそのこの。 そのなんかその装置っぽいのはさみたいなあるんだけどなんだけどここでも僕ねあんまり嫌な感じはしなくてどっちかっていうとやっぱりあの予算はそれなりにかかってるみたいだけど絵面とき的には B 級映画的にできる範囲で工夫してる映画のなんか愛らしさみたいのが。<laughs> ある感じなのよだからそのあんまり韓国っぽくない最新鋭施設で「いや最新鋭韓国だからさ」っていう、えー、でそこでできる絵だけを撮るっていう感じがなんか好ましく僕は思いましたねこの映画に関してはということでございますで、まあ、そういうもろもろの例えばさっき言ったツッコミなんかも僕はこの映画に関しては全然楽しみのうちだというふうに思いますし、えー、要は一言ではこれはこのくらいでいい! <laughs>」<laughs> というものだと思います。えー、で、それこそね、80年代90年代スタローンのえっと作品群と並べ。 見ればですねむしろちゃんと面白い方いあのに入れられる、えー、ぐらいにはちゃんとなっていると思います、はいえー、ということなのであのこれ以上緻密だとむしろ僕はバランスが崩れるむしろそっちの方だと思います、えー、ということだと思いますなのであの、まあ、何しろそのデート視点ですね、まあ、この後多分ね、えー、11時台やります BL 特集がさらにこの脱出大脱出理解を深めてくれる特集になると思いますので、えー、できることなら予告編ポスターなどには目をつぶりいせえ BL 特集を聞いたのでぜひぜひリアルタイム、えー、そうですこういういのはそのリアルタイム で見ないとこのありがたみは分からなかったりすると思いますので劇場、えー、でウォッチメインしていただきたいと思いますいかに映画ウォッチ超人といえど運命には逆らえないということで来週のウォッチ候補の作品を紹介したいと思います、えー、今週はちょっと多め6作品入っておりますまず最初の候補はこちら「エンダーのゲーム」はいえー、77年に発表された伝説の同盟 SF 小説の映画化ということでえーアメリカではちょっと攻撃的には苦戦しているようなんですがいかがなものなんでしょうか続いてはこちら ビフォアミッドナイト出たー・はいえー、ビフォーサンライズビフォアサンセットに続くまさか続くかビフォアミッドナイト、えー、リチャード・リンク・レーターのまあ人気シリーズ、えー、最新作ということで今回で終わるのかな、えー、ビフォアミッドナイト、はい、入っております続いてはポール・バーホーベントリック はい、えー、っとこれね、えっと、ヒューマントラストシネマであで、のー、1日1回しか未体験ゾーンの絵形2014という,そういう企画の中の、えー、あれでなあんな上映回数とか多くないんですけどあなたポール・バーホーベン新作ブラックブック以来ですよだって日本で見れるってこれ入れないわけにいかないでしょストーリー順風満帆な資産家の転落していく様子を描くポール・バーホーベン最高じゃないですかもう今年ベストということで、はいえー、ポール・バーホーベンもうこれは いくら回数少なくても入れなきゃいけないと思って入れさせていただきましたで4つ目はソウルガールズはいえっ、ー、とアボリジン初の女性ボーカルグループサファイアズの実話を映画化ということで、えー、と町山さんの、ね、ベストなんかにも入っていたりということで非常に期待しております、えー、5つ目はジャッジはいえっ、ー、と日本映画で、えー、と CM 業界というかね CM の広告賞の話であの面白いなんて声もねちょいちょい聞いたりするんで、えー、引き続き入れさせていただきました、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、とラジオネーム n e r i m さん えー、今週のリスナー枠には「ドラッグボー」独占をお願いします、えー、久々に「キルモード」ね「ね殺しモード」のジョニー等で終盤は凄まじい銃撃戦です「えー、アルトレイジ2」2作で10秒、えー、者に注文を出した歌丸師匠がこの映画をどう評価するか楽しみですということではいえっ、ー、とジョニー等ね久々に脱名金はねちょ,っとちょっと当たんなかったんで久々にジョニー等ですけど非常に評判いいですから独占ね、えー、これもどっちにしろいきたいと思っておりました以上6作品が本今回の広報、えー、作品となっておりますということでレッツガチャタイム、はい まあ今週もどこで行ってもいいだろうさあ行ったろうやばいあんま時間がないドラッグウォー独占 まあジョギー等ですからねいいんじゃないでしょうかはい、えー、マネージャー荒井が深くうなずいているという状況でございますはい、えー、もうこの映画を見たというリスナーの皆様からの感想メールもお待ちしておりますまたシネマ &S 歌丸にウォッチしてほしい映画も募集中宛先はどちらも歌丸ア t トマーク t b e s t c o j p 歌丸ア t トマーク t b e s t c o j p までよろしくお願いいたします以上誰が映画を見張るのか週刊映画辞表ムービーウォッチメンのコーナーでした